はい、こんにちは、ジャンゴです。今回も、戦記で初心ホギア X ドライブアニメテッドの動画を撮っていこうと思います。ってことで、またねガチャを引いていこうと思うんですが、前回ねあのガチャ動画撮った時にあの YouTube に上がってる GX 見終わりましたっていう話をして、まあフィーネのカード持ってるからまあキャロルもいるんだろうな、引きたいなみたいな話をしたら、キャロルはまだいないと、いうことみたいだったので、マジかよって思って、あのねちょっとねここを見てみて、ミュージックボックスっていうまあ曲が聴けるところのねこの CV 情報のところのまあキャラが出てるところを見ると、確かにまあ響き、翼、クリス、マリア、まあ調べきりか、かなで、ミクさんのセレナ、フィーネあのウィルちょっといつもわかんなくなる、まあ博士でしょ、で風成源十郎のしと、まあ GX までじゃないけどここから先はアクシズのキャラっていう感じですよね。で見た時に確かにキャロルいないじゃんっていうね、まあでも曲がないだけでも曲あるもんなキャロルみたいなことを思ったので、あの多分、いやでもあれだけのキャラをね追加しないってことはないと思うので、っていうか、あここで見ると絞り込みとかで見ると分かりやすいのかな。まあ今いるキャラってこうやってね、あのまあ一期の3人とマリア、調べキリカ、かなでミクさん、セレナ、フィーネで、まあ、博士と、司令と、まあ、こっからが、アクシズのキャラっていう感じですよね。って考えた時に、おお、確かにキャロルいないって思ってね、ちょっとね、キャロル、早く追加してくださいって感じですね。まあね、あの、アプリ自体は始めたばっかりなんでね、もう、いるもんだと思い込んでたんで。でね、もう一人ね、戦えるのにいないキャラクターに気づいちゃったんですけど、キャラクタールーム見て、小川さんはね戦えるでしょう忍者だもん。っていうことでね、まあちょっと前振りとしてね、あのキャロルいないってマジかよっていうのでね、ちょっとミュージックとかねキャラクタールームとか見てみたんですけどそんな感じでね、いやー、早く追加してほしいですね。まあ、あとね、イベントやってる間にね、ちょっと覚醒とかもね、させてみたんですけど、まあ、奏のね、イベントの特攻キャラというか、やつがね、覚醒させてみました、とりあえず。まあ、高コストからやった方がいいよとは言われてたんだけど、まあ、イベントで今使ってるし、ここから上げてくっていうのが一番、今んとこいいんじゃないかなと思ったので、そこからやりましたって感じかな。じゃあそんなわけで、またね今日も、無料の11年ガチャと10日目のやつと、2周年ガチャのね100で引けるやつと2つね引いていこうと思います。さあ行きましょう。ほい、おっと、はい、マラソンしてる2人と、ネフシュタンのクリスと、君の力を見せる、なんだ君の力、なんかちょっと変わったな演出が、誰だこれ、フレラーティブルーメナス、どっちが名前だ、んどっちまあアクシズのキャラっぽいね。よし、次、なんかだいぶ演出変わったな、アルケミ、あこれも錬金術師ってことか、お君も誰や、サンジェルマンが名前っぽいかな、でもジークシュトラール、ほう、というわけでね、まあこれはもしかしてアクシズ、んあれかのキャラが出やすかったりするのか、今日なんかわかんないけど、それとも偶然かな。まあ早く
早くアクシズを見ろっていうことですかね、これは。なるほど。向こうがサンジェルマンが名前だとしたら、これはプレラーティの方が名前だな。ほー、敵キャラだよね、きっと。新しい、ここが錬金術師になってるから、あの錬金術師ガチャとかであるもんね。なんかまあそんなわけでこの2人だね。あ、違うな、こっちとこっちか、両サイドの2人だね。真ん中は出てきてないって感じか。そんな感じで、まあ引くことができましたと、無料のやつでね、この2人をね。これとここにあるのと同じやつだったかな。あ、同じやつだな、多分こっちは。もう片方も、あ、もう片方違うな、名前が。なんか違ったかな、違う。ちょっと自信なくなったまあいいや。じゃあ続いて、2周年記念ガチャの100のやつ、ユニゾン必殺技は連携技1枚確定ってことで、引いていこうと思います。よし、いくぞ。それ2枚あるけど、とりあえずこっちから開けて、響きか、普通の響き、こっちから行こう。シュルシャガナだとってことは、あ、でもなんか普通の他のやつでも演出ちょっと派手になってるかな。まあ調べが出てきたと。でこっちで、これが、お、なんだ、また、あー、カリオストロって、これ3人目か。4人って、なんか今日錬金術師がよく出る日なのかなるほど。あれ、なんか確定って言ってた、なんかなんだっけ、これが確定分なのかな。あ、コスト高い、これだな、きっと確定で出てきた方は。へー。でこっちが、カリオストロ、アグレッシブバースト。なるほど。じゃあなぜか今日錬金術師の3体が偶然にも揃ったって感じ。ボイス男？オカマか？このキャラはオカマかキャラか、もしかして。同じやつだったかな。こいつだけ出てないんだよね、さっきの3体出てきた中で言うと。うん。で、あー、でね、まだアクシズ見てないけど、あのサムネだけね、おすすめに出てくるやつを見ると、なんかこの人はね、なんか全裸で登場するキャラっぽいですね。なんかよくわからんけどで、これはね、なんかこういう格好で出てきてたかはわからないけど、うん、この辺多分1話目からこの3人は出てくるんじゃないかなと思ってるんだけど。なるほどね。はい、ってことで、このね、錬金術師ガチャを引いたわけでもないのに、錬金術師が今日はよくいっぱい、よくというか出る日でしたね。うん。で、確定枠から引いたのは高コストの調べだったっていう感じかな。初めて流しそうめんを食べました。流しそうめん、その美味しかったのですが、どうしてそうめんを流す必要があるのですか全くわからないってことでね、まぁ、ちょっと、なんか意外と今日の動画長くなっちゃったかなと思うんだけど、さっきの調べこれかな。あ、これじゃない。うお、どれだ、これか、これでもない、あれ、ちょっと待って、まずね、錬金術師のこの2人と、もう1人、見失ってるな、あ、いたいた、この子と、この2人との錬金術師3人と、調べのね、高コストのやつ、これか、これだな、を引くことができましたということで、今回の動画は、これで終わりにしようかなと思います。そうだね、うん。
まあそんなわけでね、キャロルをね早く追加してほしいなっていう気持ちはねありますね。やっぱね、多分やってる人たちもみんなそう思ってる気がするけど、うん、まあ今回の動画はこれで終わりにしようと思います。ではありがとうございました。んよっと。